フアンカルロスサバラ。マラソンでは、スタートから飛び出し先頭を走っていたが、オーバーペースと高温から失速し、2 9トル過ぎで、損規定、アーネスト・ハーパーに抜き去られる。3 2トル過ぎ、4位に落ちたところで、足が止まり、後続の選手に、次々に抜かれる中、路上に倒れてリタイアした。当時、NHK のラジオアナウンサーとして、 中継に当たっていた山本寺氏によると山本の放送席の隣にアルゼンチンの放送席がありレース前はアナウンサーが盛んにサバラ、サバラと連呼していたがサバラ落語が伝えられるとサバラ、レース危険。サバラの大バカ野郎。と叫び私はもうこれで放送を中止する。国民の皆さんさようならと述べて放送を終了し退席してしまったという。 それから52年後の1984年、ロサンゼルスオリンピック男子マラソンでは、歴代最年長となるカルロス・ロペスが優勝した。鎌田忠義、日照期とマラソンベルリンオリンピックの孫季定。山本は東京外国語学校でスペイン語を専攻しており、アルゼンチンのアナウンサーの言葉を聞き取ることができた。橋本和夫、明治生まれの親分アナウンサー。 山本テラシとその時代にもこのアルゼンチンのアナウンサーについて記述があるが発言についてはもうマラソンの放送は中止する。ミスター山本アディオスとなっており、鎌田の著書とは若干の相違がある。ありがとうございます。